さあでは行きましょうか。満を持して、まあ、おそらくラストになるかな。はい、華やか観光街行きたいと思います。出店、強力なライバルが集う観光地。うわ、500万かかる。えぐ、強力なライバルが集うんや。年間売上は2000万以上でライバルを撃破。簡単やけどな。イージーイージー。ライバル店が立っている。はい、いつなごみさんが出店してくるかとても楽しみにしていました。そう、なごみの負ける姿を見るのを楽しみにしていたんだよ。早速勝負といきましょう。なめてんじゃねえよ。いやもう余裕やねんけど、マジで。数々のお店を荒らしてきたなごみは相手にとって不足はありません。絶対負けないようにしたいです。武者震いがします、と語った手足は恐怖で震えているように見えました。果たしてどういった結末が待つのか。筆者もイートインコーナーを陣取る覚悟で取材をしながらくつろぎたいと思います。じゃかましやおふら。よし、ちっちゃいな店、ちっちゃいな。チャイチーの店これ、さっさと置いて、もう多分バババって言ってきよると思うんですよね、すぐにでも。なんでまずは特大の本とかを設置して、なんていうの、ちょっと待つ感じで行こうかな。店舗拡大を待つ、それを言ってくるのを待つ。残り2500、まあ、すぐに多分言ってくるんで、こっからお金バシバシかかってきますけども、これで100万かかっちゃうっすからね。かかるね。びっくりマークは490か、でカード類を入れないといけないですね。大店舗を想定して基本作っていこうと思いますので、これやお金はいけるんすよね確か。いやちょっと探そうか、これいけんのよ。こっからもう一個、もうアマゾンギフトと、まあ難しいかな。なんかこれトレーディングカード的なやつとゲームダウンロードカード、冒険カードパックと、例えばこれ油田カードは、まあ、ありそうな気はしますけどね、まあ、ゆくゆくたっけ。めちゃくちゃ金使った今ので、えぐい。もうボーナスまであと1人になってる。あ、そうか、引き継いでるんやこれ、多分そういうことや。天外もこれ置くわ、これは序盤に置いた方がいいよね。大胆に評判を上げていく。こんなもんで評判が上がるなんてもう完全なる子供騙しではあるんやけども、まあ上がるもんは上がるんやから上げていこう。さあ一回ちょっとだけ時間経たせてきます。よし、パンプキン紹介、エホエホ、まあイベントね。はい、セールスさん、オーメール来ない、もう少し商品を置かないと来ないか。任せておけ。テンプレ全然作ってへんやん、サボってましたわ、完全にサボってました。私は特大のものはテンプレ作るべきだった、じゃないとここがわからないです。チャーハン、唐揚げ、冷凍ラーメン、何いく？ OK、 専用ラックボーナス、
そして冷凍特大、まあまあ基本は大は小を兼ねると思うのでオール特大でいきたいなと思ってます。3でもコンボが出るから別に3333でもいいわけやから、そういう方向ではいきたいなと思っております。キャモンキャモン、あとは特大系はもうないのよな、まあ、あんま置きたくないんですけど一応常温棚ちょっと置いとくか、エンプレあるやつを変えるっすよ、ゆくゆくは。よし来た、行く。そしてもうジョーンダのすぐに入れ替えたいですけど、まあまあまあ言ってこないですね。でもうわこれは想像以上に高い、700万かかる。これでも 70% ぐらいしかいかんじゃん。 95% か、よかった。まあでももう言っといた方がいい、これミスって遅くなんのは。もう一個僕は行きたいんですけどこれ無理っすね。早くも金が行き詰まるというバブルや。行くか、305個交換したら1500万ぐらいになる。もっと行くか、2000万超えて。よし全部行こうか。で、磯山ひしょこさん、いや僕はここでね店舗拡大いきますわ。ぶち込んでやる、許さんぞゴミメラ。よっしゃ、過去一でかい店をここから作りたいと思います。もう一個いく、あ、もう無理？行くで。行けますよ。行ってやる。ここは行ってやる。やばい！最悪や。最悪や。ちょっと待ってよ、ほんで早く早く来てよマジで。棚のアイデア来てくれ。でも来てもな、一抹の不安もあるよ。来てもこれねー、来てもという不安だぞこれは。評判を上げに上げていく。まだ個性人、いやーお金ちょっときついわ。想定外のことが起こった。まあ、ええか。ちゃうんすよ。棚、やっぱ特大の棚ってないのかな？言ってきてくれないんすよね。常温棚で勝負するしかないのかな？まあ、とりあえず常温棚作ろうか。まあ、後ほど増やし、変えてもいいからね。若干面倒くさたろうではあるんですけど、よし256万しかもらえない、しか言うてもだ、256万しかもらえなかったですよ。あ、ちょっとスタッフスタッフスタッフ危ない、スタッフが全くいない、いなーずになってる。とりあえず適当に置いていって最終調整したいと思います。お
金はね、もう多分利益はめちゃくちゃ出ると分かってるんで、まとめて入れちゃいます。なんかジジオとか、これジジオとか、なんか年配ね、これは余ってるやん。まあいいか、よし、さあ商品設定、ちょっと時間かかってごめんなさいね。あ、間違えた。はい、これまたレジのところ汚れるんやろうけど、まあまあまあいいか。はいはい、これだけでいきたいと思います。1個レジで、おでんはおでんだけでいきます。とりあえずおでんはおでんだけでいく。で、焼き物と揚げ物、これ焼き物、焼き物っすね。で下が揚げ物、よし。ずいぶん、ほら来た、よしよし、特大の女のファンタジーが仕入れ来たわ。ついにファンタジー来た。特大商品棚来たぞ。ということは、ちょっと待って。冷蔵も、台をちょっとコココココンと置かなあかんかもしれへん、これ。それによってっていう感じかも。二つぐらい置こうかな。金はまだあるな。特大が来た、嬉しいぞ。これが最強の食品棚で、さあ評判上げてく。ライフビーフィーをポン、ビーフィーをポン。 Wi-Fi なんかあんな位置にあったら邪魔やけどね。これなら真ん中置いた方がいいんですけどね、コピー機。まあまあいいか、よし。あ、外もめっちゃ置けるわ、よく見たら。そうそう、拡大しましたからね。似顔絵屋さん、ここはもういい。はい、評判上げてく。スプリング評判上げてく。上りでいいかな、評判上げてく。よし、行きます。金頼む。400ってことは700で90。あ、間違えた、やった。 65%、67%。 いやもう絶対滑ったわ。うわー、もうやったわ。やらかした、マジで。あ、よかった、喜んでくれた。いや、マジでやらかしました。いや、多分特大冷蔵棚も来るから、ほんまに冷蔵棚を4つ作ったら来るんかな。さっき4つで来たから、ちょっとさっさとセットした方が良さそうですね。もうそこやったらあとはって感じやから。違う、後ほどだ。この辺は後ほど後ほど考えるのは後で、よし。
よいしょ。よいしょ。よいしょ。クイモンはこれで全部かな。さあ、あとはスイーツ的なもの。ここはドリンク。ですね。ドリンク。ドリンク棚も、テンプレ置いてなかったっけ？来るかな？来るかもしんないですけど、売り上げ上げないと。来てくれ。ファンタジーとかもやらならんねんからね。宣伝による動きがあった。来とる来とる来とる。もうだって常温棚セットしたくないもんな。けど金がなさすぎます、さすがに。お店汚いめっちゃ言われてる。ワイロ君への宣伝。はい、来た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 。まあライバルをぶっ潰したいだけやから別にいいか。ちょっとじゃあやっぱ置かないと話ならないので、やつテンプレがないんで、チョコレート、はい、あれ杏仁豆腐やったっけ、ここや。でケーキ、タルトも、これ多分何でも専用ラックボーナス。商品は全部セットさせてもらいまひょ。まあスイーツで固めようか。いけっかな、来るかな。来ないんですよこれね。なめとんのほんま。はい、ピンクのフルスイーツでとかないな。気が利かんのう。医薬品とかも置いた方がいいよな。結局これで多分クリアできてしまうんすけどね。多分クリアできちゃうなこれ。ドリンクはもう置いてしもてんのか。え、飲料の棚ってありましたっけ。棚結構頑張っ、ここは多分コーヒーの方がいいんすよね。コーヒーの方がいいはず。コーヒー牛乳。よし、イベントスペースありますよ。30万もうたぐらいではもうっていうレベルで今店が動いておりますからね。素晴らしきお店の動きではあるんだが、イートインを設置してテイクアウトをさせないといけない。こういうこと？ OK。 アクアリウムとかほら、ちょっと最近なかったやつね、もらったけど使ったことなかったら設置してみましょうか。なんかこっち向きがいいけどな。まあまあいいか。この辺とかに設置してみる。ちょっともったいないですけどね。見た目はいいっすよね。なんかあと何やったっけ、なんか面白いのもあったっすよね。ケーキ販売怖いね。ジャックオランタンとかもいかついな。どうやったっけな、なんかもらったやつでこれや、噴水や。あー強い、あー強い。 OK、 呼び念、斜めの呼び念。
棚がね、死ぬほど商品があるのよ。もう置くしかないな。やってらんないっすもんね、マジで。待ってる間にめちゃくちゃ稼げてしまうから、もう稼がないともったいないですね。コンテストを取るっていう名目以外だと、以外の別にまあなんていうかな、あれはやれるんで、運営自体はやれるんで、ゴミ袋化粧品で固めますごめんなさい最初が楽しいよねこれ。ファンデーションがあんまないんですよね、確か。こんだけしかないのか。防災セットとか紛れ込ませるか。やったっけ、花火セットか。意外とないんですよ、ものが。花火セットとか防災セットはちょっと分けておきましょう。ぱっと見でその防災セットとか思わないんですけどね。コンディショナーみたいなのもなかった。あれか、まだ取れてないやつの中にある。さあ、常温だな。もう一丁、あと24種類消耗品が来るよ、こっから。あと文房具か。あ、化粧水残してた。宣伝来た。やり来た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 。もういきなり満足。よし、どうしよう。ソフトクリーム置物、二宮さんのおぼり獲得、ロールケーキ。あ、商品でいこうかな。ボディーソープいこうかな。ちょっと待って、どうしようかな。黄色い傘、いや、どうしようかな。コンテストに勝つためのものも欲しい気もするけども、小説、クリスマス主義、ボディーソープいきます。ボディーソープ、はい、どんどん来てる、どんどん来てる。さあ、夢叶っていってるよ。売り上げを上げてください。ナイス。ボディーソープ入れちゃってください。ここに入ったらでかいんじゃない？ほら、来たー。ナイスー。嬉しい。気持ちいい。めちゃくちゃ気持ちいい。ボディソープ入ってます。ありがとうございます。買っていってくださいや。あとは薬系と文房具系ですね。多いっすね、商品。と傘か。化粧落とし入れるの忘れてるわ。ちょっと待って、化粧落とし、ここ入れるしかないな。入れる場所あったっけ。化粧落とし、あー、ないっすね。あと1個やから、ここ入れた方がいいって感じだね。違う、もう はい、で、傘と薬。いやー、マジで多いわ。置くもんえげつなく多い。薬はそんなに多くないんでしたっけ。1個だけか、現状。あと傘なの。傘は9本あるから、
目薬がマジでいらんレベルになってしまう。棚が必要だ。お客さんで欲しい人は絶対にいるから。はいよ、目薬だけ待っとこうか。常温棚でかいの受けるまで。トマトジュースあります。夢によく出てくる。はい、ありがとうございます。ママさんこだわり達成。よし、あとちょっと待ってくださいね。常温棚の目薬のみ、あとは全部商品は置いた。商品自体は全部置き切りました。そして店内ポスターを置く。店内ポスターを置く。よし、まあ、あとはもう待ち構えるのみやな。魅力をもう最大限に上げていってますので、ここに斜め系のやつをズバッと置いて、真横系か。広い範囲で言うとチラシ、いやそんな範囲広くない。芝野菜、列系ばっかやな。招き猫はでかいですしね、範囲。あ、いやでも一列か。どうしよう、レジもう一個ぐらい増やした方がいいんかな。爆売れ。汚いと言われてるけど、空き待ちでちょっとそれも確認した方がいいっすね。空きが来れば分かることもあるだろう。よし、これとりあえず全部は置いた。さあどうしよう。電話これでいい。はい、どうしよう。汚いよ、もう散々言われ慣れてもう気にならへんわ。むしろゴミ箱とか置いた方がいいのかな。汚さはマシになるんだろうか。捨ててくれる気がしないですけどね。ちょっと待ってよ、一番まあメインのとこ置いてみようかな。いやなんかあんまり関係ないような気がする。これコンビニとかやったらね、多分結構意味あるんすけど、これここに置いたらどうすかね。なんか店員の動線が悪いのかな。これ以上雇うことはできないので、もうちょっと諦めモードですね僕は。溜まってるお猿さんが、はい、店員のレベル上げるしかないね。上がれ上がれ上がれ、ゴーゴー、オッケー。試供品を提供していく。いいね、関係ない客はどんどん来てます。これ意外とでも店内なんて言うんでしょう、この広さいらないですね。なんか思ったよりもスカスカのスカチューになってない。なんかちょっと予想外の展開になってます。私もっとじゃあスカスカで置こうかな。ちょっとそれによって動線確保して、例えば汚れないようにするとかさ、店内が、ちょっ
と通路めいたものをこうやって設けるとかさ、どうやろう。こう通路めいたものを設けて、こういう形で大胆に広く範囲を取ってとかやったらどうなんだろう。結構いい感じに広いっすよ。この辺もちょっと本棚こっちまで来て、ぬいぐるみもこんな感じで置いて、どう？だいぶ広くなんか取ったよねっていう感じですけど、ロッカーとかちょっと端っこ埋めていこうかな。セールワゴンいいよ。セールワゴンじゃあこうやってあんまり端っこ行かないように、置いて置いて全部置きますね。置けるものは全部置こう。評判は勝手に上がってくるはずなので、天外はまあ全部置けないんですけど、買い物かどう、あとは店内をポスト、電子は一列でしたよね。一列系ですけど、まあまあまあ、こんなもんかな。まああと増やすならまあレジなんやけど、レジね、広いですけどね店内ね。どうしよう、ちょっと待つか。まあ別にレジそんないらんような気もするんですけど、よし来た、野菜ソムリエさんの満足。さあもう売り上げバトル来た。うわー負けた、あっ圧勝や向こう。オッケーオッケー、いや大丈夫ですよ大丈夫です。もう置いてなかったからね途中まで。負けるかよバカ野郎が。大丈夫です、全然大丈夫。なんとかこっから売り上げ作ってってさっさと達成していきたいなと思いますね。どうなんだ、店内を広く使えていいとかそんな雰囲気はあまりないが、どうなんすかね。これだいぶ動線的にはいい感じやなと思うんですけど、汚れはちょっと減ったのか、汚れはちょっと減ったような気もしますよね、なんか雰囲気的に。まあ行き来自体はなんかしやすくなってるような。どうなんやこれ、だからもう一回拡大する意味ってあんまないのかな。でもやっぱゴミ減ったっすよね。歩き寄る場所がいっぱいになったからゴミが減ったのか、ゴミが溜まってるように見えなくなったのか。汚れてるよでもお店来たらやっぱ言うと思うんだよ。いや結局ね、底面積を増やしたらそんだけ店員が走り回らなければいけない量が増えてしまうやんけとも思うんで、戦士が発動って。
まに効果あんのかいって感じなんですけどね。 67% でしょ。常温棚特大が来ました。ここで初めて私は真剣に店舗配置を真剣にやりたいなと思っております。商品開発ファンタジーもやらなかったかな。ファンタジーあーまだやテイクアウト。ファンタジーも取りに行かなあかんけどお金が足りねえんだわ。ランクは51、50超えてくるんすね平気で。いやこれ一回棚潰す感じいかなあかんよ。僕の最強の常温棚を潰して最強のものを作ろう。でもまずコンテストありきでいこうか。ファンタジーか日用品かサラダですよね。よし、サラダは後ほどや。日用品の最強を作ればいいんですよね。それは簡単な気がしますよ。行こうか。一個潰します。日用品系をここやね。間違った。電子レンジが余っていた。常温棚特大。よし。で、日用品で。商品のね、なんかもう一丁目からないけどね。コンディショナー、シャンプー、リンス、ボディソープ、きた。消耗品、いいのかな。よし、この専用ラックでコンテスト勝負かけます。多分あの欲しがってるやつは来ないんですよ。ないはず。ほら、あ、そっか、あれか、あれだけか。あれを入れないといけないな。待てよ。いや、コンテスト狙いやからこんなことではダメや。どっかに忍ばせないといけないんですよね。だから3やからちょうどいいとも言えるんですよ。よし、来た。4のところに3のコンボが入ってるところに、例えばこことかに忍ばせれば3のままでいけるってことよ。ここもよし、専用ラックボーナス。ここはいらんもんの吐きだめとして使う。いらんもんでもないけどな、文房具。はい、あ、いいですね。やっぱ4いいっすね。全然違うわ。4で置けるとなんか複数入ってくれる。おっしゃおっしゃおっしゃ、きた。
起きたイベントスペースに。でも今起きない。ちょっと待ってくださいよ。ミントタブレット、ボーノがソフトクッキー、うちは、うちはって消耗品じゃないよな。いやでも季節のものやんね。うちは行きます。多分ね、うちは日用品のこいつに属するんじゃないかと思うんですよね。違うかな。ちょっと待てよ。じゃあ3つ並べてみるか。属する可能性が出てきたぞ。ちょっと待ってくださいね。こうしといて、うちはこうこうで来るか。ここで花火で、よし、花火、うちは防災セットで来た。よし、これは正直私買ったと思います。いったんじゃないかなと。汚い言われるからさ、ちょっとだけずらそうかなと。レジ前を広く取ろうかなという。汚い言われ続けて。よし、よし、もうこれで勝てへんかったら何で勝てんねんっていうレベルに仕上がったと思います。はい、いきます。600の接客でまあ勝つでしょ。うっす、あ、よかった、びっくりした、危な、ギリキワキワ。カプセルマシンかい、いらんな。まあでもキワ勝った。よーし、お坊さん大満足、ありがとうございます。お坊さんありがとうございます。落ちてんの。なんか邪魔っすね、このカプセル。すっごい邪魔やね。テイクアウト、キャラメルラテ、はい。欲しい人いると思いますよ。あ、コーヒーマシンみたいになってる。すごい。欲しい人いると思いますね、キャラメルラテは。売れそう。なんか一回ここが引っかかりよる感じがすごい嫌やな。邪魔やね。どけようか。なんか邪魔な気がするんですけど、まあいいか。なんともこのねじれの位置というか気色悪いですね。よっしゃ、まあ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 いいだろう。とりあえずライバルに売り上げ負けるわけにはいかないので飛ばしていこう。常温棚で食品の棚も作りたいんですけどね。めちゃくちゃいい棚作ったんぞ。そうですね、でも1000万あるから、うん、買ってそうやね、まあ、やっぱ予想通りいけますね。それほど怖がる必要などない。いけたいけた。ファンタジーの仕入れいっちゃいますか。当然全額ぶち込んだ570万。95% で結果を出す。 OK、 もっこり定員からゲット。ファンタジー80。意外とアイデア食うな、こっからは。まあ勝ちますからね、なんとも言えんけど、勝ってまうけどねこれ。
嘘。マジか。まさかの事態です。これは1位来てるやん。なんで1位来てんのに負けんの。マジで1位って1位やで。よっしゃ、ここまで売れる商品を扱うことができて誇らしく思います。おめでとうございました。精力的に商品販売を続けるなごみですが、昨日ついに念願の販売商品数1位を獲得できたと情報が入ってきました。飛ぶように商品が売れて気づけば1位を獲得できました。これも近隣のお客様を味方につけたオーナーの手腕のおかげだと思います。これからも飛ぶほど売れるような飛ぶ商品を作っていきたいですと。いや、ちょっと待って、マジで言ってんのかよ。それで負けるんかよ、バカな。ラーメン屋さんさすがに目かなった。10やろ、どうせ10ポイントやろ。ちょっとね、信じられへん。勝たなければいけなかった。なんか星3つ取られたらもう負けなんじゃないの。撤退してなあかんちゃん、嫌やで。ギリ耐えてほしい。いけんのかな。嫌なんだけど。いや、ちょっと信じられへん。にわかに信じられへん。さっきので負けるんかと思って、これで勝とうと思ったらさ、出たっすよね、途中売り上げ。なんなんで負けんねん、マジで悔しいな。くそ。よし、ジョーンダの特大で、じゃあ、最強の配置を考えよう。カップ麺、ビッグ焼きそば、カップ焼きそばで、何置いてたっけな。ちょっと待って、まず相性のいい麺を考えながら、カップそば、カレー麺、カップうどん、うん、いいね。ここにもう一個入れたら、きた、3で入ったね。で、次、塩ラーメン、醤油ラーメン、味噌ラーメン、激辛ラーメン、入らない。ここに何か入らんか。まあしょうがないな。ここもう余っちゃって無理なんで、4つで確実に取れるやつを置きたいんですよ。そうなると飴、飴ガム、ポテチ、クッキー、ポップコーン、飴マウスケアガム、ガムとかでいくか。飴、駄菓子、チョコ棒、ひねり包装棒、ふ菓子、これどう？懐かしお菓子シリーズ。ひねり包装で駄菓子でも今の時点で1なんすよ。もう話ならんなぁ。いや、懐かしお菓子シリーズダメや。飴系で固めようか。いや、もうこの時点でダメや。いや、もうこれ3取りたいなぁ。袋菓子でいこう。ポテチ、お菓子、ガム、ポテチでいけんのか。え、ポテチだけって言ったら、コンソメがあっ
って海苔があってポテチがいける、多分いけるやろうと思う。海苔、もう一個もう一個、似てるけどコンソメ、まあいいか。まあ、最強だなと言っていいんじゃないですか。こんなんもあったんや。いや、ちょっと待って、あるわ、まだまだ麺が存在している。いけっかもしれん、もっともっといけっかもしれん。最強の最強の棚がランク52。はい、ありがとうございます。コンテストはカップラーメン来てくれや。スイーツの大会。はい、ちょっと待ってね、麺でもう全部いきてえな。他の棚、これ上2つでいいんですもんね。焼きそば、焼きそば、あ、来た、ビッグヤクさんは豚骨ラーメンで激辛ラーメンがあんのよ。これか、担々麺来た。よし、よっしゃ、332できた。ちょっと待って、テンプレート、まあもういらんけど、これ最強や。ついに最強の棚が一つ完成しましたね。嬉しいです、非常に嬉しいです。こういう感じで作っていきましょうね。ポテチ、ポテチ、あれポテチ、スイーツの棚作らなあかんねんね。でもそれ多分特大冷蔵棚作った方が僕はいいと思うんですね。ガム、飴、ガム、あ、飴、粉あず、意外とむずいな。意外とむずいな。飴飴で来なかったんですもんね。来た、アメアメに来た。これもう一個アメ、アメガムはガムに入るね、多分属しとるね、多分ね。惜しいんですけどね、多分かなり惜しい。チョコクッキー、クッキー、チョコ棒、チョコ系は置いといて駄菓子にして、次ガム系を、ガムで何やったっけ、アメガム、アメガムは厳密とガムじゃないもんな。そうなんです、アメガムって僕好きやったのよ。あのなんかね、こう溶けていくガムですよね。ファンタジーをここにぶち込もうかな。スイーツは今でも取れるんだろうか。割とちゃんとスイーツは置いてますけどね。おー来た、薬草冒険の本、回復薬、魔界キャンディ。ちょっと何言ってるか分かんない、マジで何言ってるか分かんないです。ただまあ何言ってるか分からんけども、やるしかないので上から置いていこう。キャンディー、魔界キャンディーは、まあ、キャンディー扱いはできるでしょうね、多分。すげえすげえすげえ。ファンタジーでしか取れへん。なんでやねん。ないわ。ちょうど冒険の章が欲しかったんや。オッケー、行商人来た。まあ、でもあんまもう何もいらないんですよ。イベントスペース2を買います。なんとも不思議な商品を揃えるお店があるとの噂を聞き、早速足を運んでみると、そこは筆者もよく行く和みでした。はい、ちょっと読み切れへんかったけど、オッケー。これ5個揃ったらボーナスとかもらえへんかな。イベントスペース
店舗拡大してそれ置いた方がいいもんね。ひらめいたぞ。タイムデスライバルが積極的に打って出ています。ライバルが仕掛けた宣伝が失敗し人通りが少なくなりました。いつもこれやな。打って出たんちゃん。419万7000、うちが570。勝ってんのよねこの時点では。さっきも絶対勝ってたよね。こっから負ける要素がないぜ。言ってくれ。言ってくれ。はい。おー高いっすね。スイーツの大会一回行ってみるわ。違う。スイーツの、あ、アイテム購入行こうか。せっかくの、ケーキなので購入してしまって、さあ忙しいぞ。商品開発、ファンタジー。まあ、コンテストを狙いに行くのでね。OK。で、次に、コンテスト、スイーツコンテストいきます。勝てると思いますが、ちょっと接客が甘くなってきてるが、もう勝って5点入れてっけどね。よし OK。 まあここはね、招き猫、はい、ありがとうございます。もういただきまくっててちょっとあれなんですけどね、招き猫とかも。まあ入れれば入れるほど多分有利にはなるので入れようかな。動線的にここを通れなくなってる可能性があるな。結局ちょっとずつ狭くなってきてる店が。よしよし、売り上げはガツガツに上がっています。サラダの大会っつってたよね。いやこれ冷蔵棚来ないかもしれないですよね、この感じ。なんか言ってこないですもんね、明らかに。冷蔵棚入れる気あるかい。サラダで勝負しようと思ったら、サラダ品目のものが少なすぎる気がするんですよね。なんぼなんでも。だから、ここに集めてみようか、サラダを。ここ今3つ設定中で、まあ、試しに1回勝負行ってみるか。ミニサラダ。ここにドリンク入れたら、もしかしたら反応ありで。いや、まあこれぐらいしか無理なのよ。で、これでもサラダ終わりっすよね。ないのよ。こんなんで勝てんのかな。試しに、コンテスト出てみてどう言われるか。4つ入ってる。接客600でいく。165で145。いけそうな感じもあるな。逆にこの品質、いやーこれでも4つなったらもう絶対勝てるんですけどね。特大になったら 100% 勝てる。ただここにサラダを3つ並べて強引に勝つっていうのもありかなとも思うんですけど、品質は B まで落ち込むな。サラダがやっぱそんなしょぼいですからね、言ってね。品質は B まで落ち込んでしまう。
そこをどう考えますかと。いやー、どうしようかな。悩ましいなこれ。一回いってみます。勝てそうな気もしてますが、まあ、B やからね、品質、合計品質 B。 いけ、よし、勝った。やっぱりそうやな、サラダだけがあってもあかんけど、他の品質でむちゃくちゃカバーすることはできるわけですよね。相当にカバーできるから、まああんまり気にしなくてもいいってことですね。 OKOKOK、 わかりました。いけますよ。磯山ひしょこさんへの OK、カモン。冷凍カット野菜。さあ、頑張ってるけど、こっから売り上げライバルとどうなったのかな。ちょっと怖いですね。今970万、ちょっと見に行こうか。人通り減ったんすよね。大丈夫、買ったんけこれ、大丈夫け。あ、よかったー、買ってる。危な、でも危ない、めっちゃ。ちょ、これなんとかしない、やばい、マジで。宣伝もしてるし、もうしてるんですよ、ある程度のことは。まあ、とりあえず一勝できたから。販売数減ってるよ、レベル上がらんなってきた。はい、オッケー。ちょっと時間あれなんで、次回こっから行きたいと思います。ライバルに勝つ。